こ焼き部よし、おはよう。23分に起きましたまだ起きてないも同然ですね。起きれたよ。でも起きれたっていうか、もうここに配信に来れたよ。おはよう。眠い、マジで眠い。頭寝てるでしょって、寝てるよ。頭もやっぱり声も寝てるし、顔も寝てるから、寝ながら配信してるようなもんですよこれはもう。口の色だけ塗った。絶賛仕事中。え？もう仕事してるの？すご。目が眠そう。そう、私どんどんね、どんどん目も声もですけど、徐々に開眼しますし、声も徐々に良くなってきますんでね。まだなんですよこれ。やばい、眠い。まあ出来上がる前の感じだから、もうマイナスの姿をお届けして公演が始まる頃には仕上げときますけども、マイナス配信。まだ寝てるもん本当に。起きて数分。そうなの。眠いから寝るかも。だっていいよ寝て。たこ焼き投げたそれだけね。別にこの配信はこの時間にしか見れないファンの方的にはね、ありがとう、ありがたこ焼きなんですけど、まだ私今日2回チャンスあるんで、あと徐々に完成していくかも。いやこれもう一回寝るなって今考えてますもう一回布団いいんだなこれって思ってます。はい。おはよう。寝るんかい。寝るよ。いや昨日の夜の時点では編集しようとしてました。この次のお昼の配信までの時間でもちょっと寝そう。これはもう寝るかも。次は何時？12時です。みんなのランチタイムを狙ってます。ランチにたこ焼きを回収します。でもそこがどんぐらいやろうか今考えてて、時間割がマジで考えられない。最後は何分できるんだろうね。30分取っとけばいいかな。いやもし40分できるんだったら40分になるしな。だから40分残しとこうかな。どうしよう。本当に読めないですね。で逆算してこの朝配信も何分やればいいんだろうみたいな。
毎日なるちゃんの配信幸せでした、だってもう終わってるやん。この朝で終わりにするもん。あー、だからどうしよっかな。この時間を30分にするか、あ、35分くらい残しとくといい。これ3時間だったっけ、1日。この時間に30分40分ぐらいして、昼は3時間フルでやろうと思えばやれるけど、昼1時間くらいやるか、計算で、そうだよね。あ、それでももっとやった方がいいのか、むずっ。なんだこれ、最後に投げる人いそう。そうだよね、そうなの、最後なんだよみんな、きっとたこ焼きのみんなの投球は最後な気がする。私もそう思う、ほんと。もう今日で終わりですから、皆さん投げることはね、まだあと1週間あるようなもんですね。いや、全部来れる人はいい感じに投げといてくれたら今日この時間しか来れない方はね、ぜひ今のうちに投げて。私今日の夢、多分配信してました。配信する夢見てたすごいね、もう朝から起きなきゃっていう気持ちがもう夢にまで、はい、夢でもたこ焼きのポーズしてました、マジマジマジだよ。全部投げました、ありがとう、たこ焼き、たこ焼きどうぞ。確かになんかたこ焼きがいっぱい投げられてる気がする。気のせい、いやそうだと思う。朝1時間やると長いよね。長い？長いとかある？8時から9時、12時から1時、ちょっと過ぎたとして、最後は最後の時間、この方がいいのかな。1時間だと長いかな。でももう今日そう、夜の時間ができないから、ほぼできないようなもんだからね。ねえ、お仕事行ってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。バイト行く準備するから、お昼見れたら見るね、だって。ありがとう。みんなのランチタイムは12時から1時だと思ってるよ、平均、平均は。だお昼は12時1時だなって思ってるんですけど、配信する時間、だから朝1時間やるか。わ、午前中は仕事頑張って、今夜は公演。おお、頑張れば公演だぜ、頑張れ。久しぶりに朝配信ね確かに朝配信したのいつぶり。革命じゃん、もう革命を波の私は朝こんな、やっぱ朝やんない方がいいよねって毎回なるのだって全部マイナスだし、喋れないし、何も起きてないから。
毎回やった後になんで私配信したんだろうみたいなことを思うことが多いんですけど、朝はね。そう、前何日かやってた気がする、やってた気がするね。でもあんまりやんないですから、本当にたこ焼きが私を呼び起こしました。たこ焼きパワーですね。ノーメイクだよ。そうだよ、今日公演だしね。公演お昼の配信もだからずっとこのままかも。もう少し顔が起きると思うんですけど、はい。いやでも今から二度寝しようとしてるからな同じような顔でもう一回登場する可能性は、はい、大いにありえます。どうしてサムネ新しくならないの？何サムネって、配信の？あ、その現象起こってる？私だけなんかサムネ変わらないみたいなやつなんか前も言われた気がするわ。うん、学校スマホ触っちゃダメだからお昼見れない。え、ああそうだったかも。見れないとこあるよね。ね、学校に集中してくれ。この時間来てるだけすごい。学生の時間か、学生の時間っていうか学生は朝準備してる時間じゃない？もう私出発してたな。中学生の頃はまだ家にいますね朝準備してるぐらい、今起きてきたぐらいかも。うん、大学生は全員寝てる時間だ。大学生は寝てるそうです。中学生の時は自分で起きてましたか？起きてなかったです。自分じゃ起きれませんでした。うん、毎日起きてってあんまちょっと1階から叫ばれるってことをよくやってましたお母さんが叫び起こしてくれてました。ずっとなるー朝よみたいなことをずっと、はい、毎日叫ばれました。3回ぐらい叫ばれないと起きてこないです1回目はまず朝よーから始まって、なる間に合わないよみたいな、最後は階段登ってきます聞こえてはいるんですけど声が、まあ、どうしても起きれなくてずっと寝てたんです、私は。うん、でもうペシペシって起こされるっていう3段階でした。あるあるですかこれね。私は起きれなかったです。うん、だから8に入って自分で起きるっていうか目覚まし時計をつけるっていう、そう、ホテルで自分で起きないといけないから、うん、自分で頑張って目覚ましで起きました携帯のアラーム機能ですけどあれで起きますね。うん、なんで同じことしちゃうんだろう。本当だよね。でも起きれないんだよね子供の頃は。てかもうね、実家に帰ると爆睡オブ爆睡って感じ。これそれは今でもそうで、実家だと聞こえなかったりします、携帯のアラームが。いつもと同じ音量だけど、私は爆音なんです朝から。
あの携帯ができる最大の音量を朝からアラームでかけるんですけど、実家は聞こえないです。うんね、安心感でかな。うん、一番よく眠れるんだと思う。だから寝不足になったらもう家に帰ればいいのかもしれない寝不足すぎるんだけどみたいな時は家に帰った方がいいかも。質のいい睡眠は取れる気がする。うん、安心するんだね。うん、してるんだと思う。でも枕とか絶対今の方がいいんですけど、いい、そう、あの、そう、今枕、オーダーメイド枕を実は使ってるんですけど、実家の枕がもうなんか枕ってぐらい薄っぺらくてもう枕だけはちょっとだけ、そう、そうなの、ちょっとだけ改善したいところなんですよね。うん、オーダーメイドまではいかなくていいけど、実家の枕買い替えたい。うん、毎回思う。あれ柔らかすぎる。もうペラペラよ、ペラペラなの。あれ買いたいんだよね。こないだ帰った時も思った。あー、枕忘れてただから次帰ったら枕買いに行きます。まず枕を買えるところから始めますわ。実家生活いつ帰れるかな次はね。あ、まあ、熊本ではソファーで寝るんでしょう。そう、ソファーで寝てたんですけど、なんとちゃんと自分の部屋で寝るようになりました。部屋のベッドで寝るようになりました。でもソファーで寝るの大好き。実家のソファーで寝るのが一番好き。ソファーのさ、クッションってあるじゃん。そっちの方が枕としての機能もちゃんとしててはい、それがその枕の方がもういいぐらい。うん、そう、ソファー気持ちいいよね。うん、気持ちいい。うん、ちょっと一瞬止まるよ。待って待って、これ母ちゃん見てるわおはよう、ママおはよう。枕了解ですって LINE 来てた。枕用意してくれるのかな。うん、今日も起こしてくれたっていうか、25分にスタンプ送ってきました送ってきましたっていうか、ってことはそう、このたこ焼き部のことちゃんと把握してるんやなと思って。うん、うん、昔もそうでしたね。でも今もそうですわ。あの朝早いなとか、もう私の中でこの時間はもう早いに入るんですけど、今の私にはこの時間早いので朝早いなって時はなんか起きてるか確認の連絡が来ます。未だに未だにね、そう、あの仕事の内容、今日のお仕事何するのかのスケジュール連絡、親にも行くようになってて未だにやば、早いなって時は毎回こうやって連絡して起こしてくれます。優しいね。蘇ります、昔の記憶が。ああいう感じで起こしされてるような感覚ですね、3段階で。はい、親ともあれですよ、しかもあのね、あれも交換してんの、あのどこにいるか分かるやつあれも交換してんの、受ける、交換してて心配性だから、なんか家に帰ったかとかでもあれをしてから
そう、連絡が減った気がする。あれで確認してるんです、私がちゃんと仕事に行ったか行ってないかとかそのうん、起きてる起きてない、動いてる動いてないとか、うん、家に帰ったかどうか、それだけですね一番。うん、そうです。現代っ子、現代なんだ、そうなんだ、そうだよね。お母さんがどこにいるか見る？いや見れないんですよ。あっちはねオンにしてくれないので一方的にどこにいるか確認されてるだけです。はい、一方的。うんうんうん、そうそう、おもろいよね。うん、見してくんないんです。いや、なんでって言ったら、あの電池が減りそうだからって言ってたけど、電池が減るからだそうです。うん、どこにいるかわからないです。うんうん、お母さんの電池は切れません、絶対に。絶対、あんま私より携帯依存症じゃないですからね。うん、ないと思うね。ないと無理ってわけじゃないんですよ、だって家に置いてったりするんですよ、だってまだ携帯を忘れてたとか言うんですよ。前より減ったけどね、もうできない、そんなこと。私絶対に肌身離さず持っちゃうから。うん、携帯カバンに入れないですもん、私手に持っていく、動くとき絶対に左手か右手に携帯がないと不安になってしまうぐらい。うん、携帯財布充電器ね、私の三種の神器。いまだに行っちゃいますね、やっぱ携帯財布充電器っていう。朝確認して出ます。もっと大事なものとかあるんですけど、メイク道具とかもあるんですけど。、うん、あの確かに首からかけるやつも迷ったの。そう、首からかけるやつもいいなっていうの。今さ、スマホを首にかけてケースとかがあるんで、そういうね、私それも迷いましたけど、それ多分どこに行ったってなりそうだから。結局未だに手持ちのままなんですけど、その紐の感じが首にちゃんと感じれれば慣れるもんかね。楽そうではあるよあれ、うん、置き忘れもないしね。あの鍵っ子みたいなことでしょ、だってあれスマホの鍵っ子のバージョンみたいな。あれめっちゃ楽ではあるだろうけど、あの首にあってもまたどこ行ったみたいなことやってそうなタイプなんで私。そう、迷ってる。うん。重くないのかな、携帯軽いからそんなに感じないと思う。うん、ね、鍵っ子、懐かしいワードでしょ、鍵っ子。鍵っ子になったことあんまりないですし、うん、てか鍵持ってなかった。でも私だけ持ってないってずっと言ってる。本当に家の鍵持ってないです、あの実家の話です。借りることしかしてないです。もう8時ぐらいですか、ぼちぼち。時計さんあるんだよね、時計持っていこうよ、ちょっと時計持ってくる、そこにあるから。
しょう。あのね、筋肉痛なのよ、なんか治ってない、治ってないから寝た方がいいかもって思ったの、起きてすぐ。まあこれ治らないやつだなって分かってるけど。あ、学校行ってきましたって、行ってらっしゃい。やっぱ8時出発組はもう行くかな。今もう7時59分、8時前ですね。お仕事行ってきます。お、8時出発組多いですね。まあそうだよね。行ってらっしゃい。でも待って、あと30分ぐらい続ける予定だから、まだ余裕ある人いてねもうそして一人になったみたいなの悲しいから、うん、行ってらっしゃい。お仕事行ってくるだって。行ってらっしゃい、バイバイ。たこ焼き投げた最後までたこ焼き大丈夫だよね。行ってらっしゃい。あ、在宅、在宅がいた、イエーイ、在宅イエーイ。そう、たこ焼きもらうことだけが大事です。この配信はたこ焼きの提供でお送りしております。たこ焼きの提供ってなんだ。ね、なるちゃんもたこ焼きもらいに行ってね。はい、もらいに行くんだけども、投げなきゃ。たこ焼き部、たこ焼き部、もうたこ焼き部っていうのはあと1週間まだ1週間あるけど、あのたこ焼き部としての配信は、はい、今日がもう最後です。ありがとうございました夜中にたこ焼き食べた。重くないの？持たれてるでしょ絶対。あ、うん、ね、まあ、こう考えると確かに1週間あっという間だったかも、うん、思う。あ、仕事行ってきます。いってらっしゃい、バイバイ。いや、そのね、たこ焼き次食べるじゃん、みんな次食べるじゃん。その期間もだからちょこちょこたこ焼きの様子を伺いに来ようかなっていうのは思ってる。そうそう、たこ焼き、たこ焼きのお礼を、はい。あ、8時起きた組とかいるんじゃない。でも8時に行っちゃう組と8時に起きました組がいる可能性あるので、いや、いいかも。朝の配信は朝の配信で、こんなに早い配信の子いないでしょ、なかなかね。うん、毎日確認はい、今日たこ焼き食べた人、あれ食べてない人いるじゃない、なんで食べてないのみたいなこと、そんな、そこまではいかない、そこまではさすがに言えないっすね。そこまでは、はい、そこまでは取り立てません。次はやっぱり体内ですからね、たこ焼きの場所がみんな大変だよ。次はお腹空かせないといけないからね、はい、体への負担になってきますんで、次は、はい、さすがにみんなの体内のたこ焼きのチェックまではさすがにやめます。食べてくれるのは嬉しいけど、体調とコンディションの相談も大事なんで、はい、無理して食べてもね、たこ焼きのこと嫌いになるだけなんで、たこ焼きのことは嫌いにならないであげてください、はい、気をつけて。うん、だからね、もう今日たこ焼きは食べない方がいいよ、まだ最終日だけど。私も考えたけど、正直実は、じゃあお昼の配信でたこ焼き食べようかな、公演終わりにたこ焼き食べようかな考えました。
考えたんだけどね、みんなは明日から食べるんだから今日食べたらダメだろうと思いまして、うん、だからたこ焼きは食べないかな今日も。うん、明日からね、嫌でも食べ、嫌でも食べなきゃいけないかったりするんでね。うん、でしょ。うん、いやだから次の1週間で私も食べようと思うよ。お店でもだけど、自作たこ焼き、もう一回行く、自作なのか買ってきたやつなのか分かんないけど、たこ焼きをみんなが食べてる時には食べようと思います。うん、今起きた、寝坊しちゃった、だって寝坊、この配信見るための寝坊だったら別に大丈夫です。特にチェックはしてないので、ただ持ってるたこ焼きがあれば今のうちに投げてもらえると嬉しいんですけど、もし会社とか学校に遅れた場合はですね、直ちにたこ焼きだけ投げて行った方がいいと思います。もうコメントしてる場合じゃないよ。行ってらっしゃい。うん、私でも絶対朝からたこ焼き食べれない絶対無理。お、今日お休み勢もいますね朝。うん、ね、でも今日は今日まで好きなもの食べといた方がいいよ逆にいやそんな、みんな何回行くか分かんないですけど、たこ焼き2回行こうとしてる人はいるでしょ多分。そしたら今日はたこ焼き絶対食べなくていいと思うから、絶対好きなもの食べて。うん、ちなみに私朝ごはんも食べない派になってますね割と。てか朝昼兼用なこと多い。うん、昨日のパンみたいな。うん、そう、コーヒー飲んでったりとか。うん、朝10時からじゃリハがありますってなったらコーヒー飲んでいくだけですね。うん、食べない派いるよね絶対。朝食べないと動けなくないって。いや動けるんす、なんか、まあ朝の動き方になっちゃうんですけど、うん、そう、途中で後悔するんです。まあ朝から覚えなきゃいけないリハーサルとか、そういう朝のリハーサルの時は途中からお腹減ってくるんで、30分ぐらい経ったら、あーお腹空いたって言いながらやってます。でも朝から食べれないんだよ、その30分経ってからの方が食べたくなるんだよね。うん、ね、今日は昨日ほど声低くないって。あ、本当？あ、昨日のお昼の配信よりでしょ。私はそう思う、私もそう思う。昨日のお昼異様に低かったんだよな。異様にっていうか、異様には言い過ぎだけど、異様に低いって怖っ、めっちゃ低いじゃんって感じで。昨日のお昼はでもコンディション悪かったですね、声の。うん、そういう日あるよね。うん、かすれてたね、なんであんな低かったんだろう昨日。うん、午前中あんまり声を発さなかったのかな。あー、それは本当にそれだと思う。喋んないとね声は起きないですね、顔も起きないですね、はい、頭も起きないです、全部起きないです、なんかしないと。生誕待ちでずっと声投げれない？それ断言できないよね。
でも今日もキイちゃん生誕でしょ。キイちゃんってまだ夏生まれじゃなかったっけ。あと何人待ってるんだ。だから来年だと思ってるけど、私はどうなんだろう、今年中にできるのかな。ね、年内はないかな、ないと思ってる私はね。そう思ってやってるけど、だからここですっては言えないから、もう分かってたら言うよ、言うっていうか、はい、プンプンさせます。うん、まだそうだよね、キイちゃん8月でしょ生まれ。うん、あと誰がいるってね、まだいるんだよね。11月生まれもいるし、多いって言うし、うん、そうだよね、そうだよね。あやみんとかその方が先だから、あやみん来たら次じゃねって思ってていいんじゃない、もしかして。あやみんが私の前じゃなかった、日付で言う誕生日の。まあでもその日のあれにもよるんだけどね、わかんない。いや、あやみんが来たらってわけでもないか、順番わかんないな、本当に。これだけはね、確かにみんなそう言うから、なんか、うん、やっぱり生誕祭は特別だよね。そうだよね、うん、パフォーマンスはもちろん毎回ちゃんとお届けしたいので、生誕だからだあーだとかあんまないんですけど私あ、でも生誕の時はカメラ見なきゃっては思ってる。あんまりカメラ見ないんです、劇場の。なんか、うん、カメラ追ってるから、あってちょっとだけ考えますけど、あんま見てないです多分。うん、12月休園多いってね、みんな言ってたね。見る方がすごい、なんか見れない私なんかなんでか見れないんですよね。目合わせる方が得意です、だったら。はい、みんなを見る方が得意。うん、てか12月始まったね12月もよろしく。ね、よろしく。もうさあ終わりだよ今年も、あと1ヶ月。うん、ね、でも私今年信じられるんですよね。信じられないってこと多いじゃないですか。もうあと1ヶ月なの、信じられないはよくあると思うんですけど、私信じられます。いや、うん、そりゃそうだよね、もう12月になってくれないとって思うくらい、まあいろんなことあったなっていう、はい、今年は信じられる。そうだよね、1年経ったよねっていう、なんか、うん、いろんなことできたな、できたのかな、できてるんでしょうね、そう思えるってことは。うん、なんかよかった、いい1年ですね。ね、うん、来年はこれを上回らないといけないというか、上回るような1年にしないとですよね、思います。
8時13分です。時刻は8時13分です。なるの声で寝てしまった。やば、私寝る声してるって言われる。眠くなるってなるのショールーム眠くなるって言われるんですよね。ごめん、寝かしてしまった。子守唄って気持ちではなかったんだけど、子守唄機能ついてるのかも、声に。うん、で、ごめん。だんだん眠くなるみたいな声してるよね。うん、分かる。この配信見ながらね、寝かせてしまうことは多いですね。寝ちゃったみたいな結構言われる気がする。うん、ごめんね。大丈夫、時間大丈夫。別にこの配信見るために起きてるんだったら別に全然寝てもらっても構わない。たこ焼きだけ、たこ焼きだけは欲しいけど。うん、公演終わりは全然 寝れないような声してるから。うん、この時間だけこのテンションの声な気がする。外寒いから目覚める、わかる。最近本当にあれ、急に寒くなったり。でもまだやっぱ暖かい日とか全然ある気がするけどね。でも寒くなったよね、明らか。夜はもう確実にあれは寒いって言えますね、もう冬です。え、今日から寒くなるって。昨日から寒くなるんじゃなかったっけと思った。昨日割と行けましたね。うん、今日なんだ、冷えそうなね。今日ガチで寒いだって。あ、寒い人、もう外いる人から、風が冷たかったわ。場所によってはマイナス4度ってこと。今朝マイナス4度だって。え、あー、なるほど。成功到底だって。待って、なんかもう懐かしさを覚えるんだけど、その曲に。今の二人は成功到底って懐かしい。この曲全然歌ってなくない。うん、懐かしい、懐かしく感じてしまった。成功到底、チームメイトの最新曲のことを懐かしいって思っちゃった。そんな前じゃないよね。そんなにオーバーな喧嘩したわけじゃない。やってないですね最近。蔵のお題になるみ、またやろうって。そう、やろうねって言ってるけど、やろうねって言って終わってる。武道館の頃にやりたいよねとか話してた気がするんだけど、もうどこか行きました。うん、で二人公演は楽しいけど、あれだよね。うん、もう今2人公演チャンスなくなっちゃった気がする。前よりどうなんだろうね。でも2人公演がやりたいよねみたいな話してたけど、そう、じゃ蔵のお題になるみ公演がやりたいの。瀬戸利がお互い気に入ってるから多分。そう、好きな曲いっぱいじゃない、そら。そうなんだけど、何恋じゃなくて蔵のお題になるみ公演がやりたいっていう、うん、そういうことです。うん、16人も見たいね。16人も見たいね。わかる。できんのかな16人。もしかしたら可能性はありますよね。次の年はどうなるかな。ね。
南恋で、そう、私南恋の南恋でめっちゃ歌詞間違えた思い出しかないから、南恋があんまいい思い出ない。うん、待って、もう2023なのか、そっかそっかそっか、早いですね、そう思ったら。うん、ねえ、早っ。ね、ちゃんと私の、そうね、と年も23になりますよってお知らせが来たような感覚です。次は23ですからねみたいな。うん、数えやすいけど簡単に23にはならないっていうか、そのね、こう終わり、割と後ろの方なんで、1年で考えると11月生まれは、うん、年は忘れないです、これ一生言ってるけど。ラッキー、2000年生まれ、ラッキー。うん、ね、数えやすい。あ、待って、もう8時20分だよ、早くない？1時間経つの。もう1時間経ったようなもんと思っちゃうんですけど、8時多分、じゃあ7時30何分とかでしょ、多分始めたの。ちょっと遅れた自信はあります。自信っていうか遅れたと思います。そんなとこに自信は持たなくていいんですけど、なんて言うんですか、遅れてんなって思いながら髪の毛こう串通してた。あ、33分、3分遅れ。あ、32分、 OK、 これきっちり30分過ぎたらあれだね、ランキングとたこ焼きじゃんけんしますわ。もう48分経過。でも今日ね、もしかしたらこの時間しか見れない方もいると思うので、そんな方からいただいたたこ焼きということでありがたく思います。ぴったしに始めたかったんだけど、あの串通したくて、やっぱどうしても、でもすごい跳ねてるけど、でもこの羽で収まってるのは、あの昨日美容室行ったからです。収まりがとっても良くて、前髪しか色の通してないくらい、通したんかいっていうね。起きて7分しかなかったからもう、うん、前髪だけアイロンつけてやって、顔洗ってみたいな、うん、もう普通のことしかやってない。で、もうそんな感じです。昨日はちなみに夜3時ぐらいに寝ました。いや、3時過ぎてたな、3時半前ぐらいには寝ました。そんでね、あれです、何してたのって言われると思うんですけど、あれですね、なんか片付け始まっちゃって、ちょっとだけ片付け始めて、そんで手紙読んでました。昨日もらった手紙、昨日っていうか、うん、公園でもらってたやつ。はい。動画編集してるかと、いや、編集もしようと思ってたの夜。でも片付けしちゃって、なんかしたくなって、なんかまあ整えるレベルなんですけど、机の上とか割と散乱してたんで。とりあえずしまいました。マスクをなんか一気にマスク買ったんで、そうマスク整理整頓したりとか、服とか届いてたんで整理整頓したりとか、うん、あと昨日ね、なんかクリスマスツリーみたいなちっちゃい卓上タイプの
クリスマスツリーもらって公園のプレゼントの中にそれの飾り付けしてたの、なぜかそれがもう2時ぐらいの話、うん、なんかどうしても今やりたいって思っちゃって、思った時にやりたいタイプ。そうなの、飾り付け、そう、この飾り付けでこのツリーやるなんて、そうそうそう、いつぶりだと思って、クリスマスソング歌いながら一人で、怖っ、そう考えたら怖いことしてんなと思うんですけど、一人で飾り付けしてました。あ、なんか有名な海外の曲、ダンダンダンダランダ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 ンって歌あるの分かります？あれをめっちゃ中学校の時に、中学校1年生の時に英語の授業で、英語の授業でね、あれめちゃめちゃなんか歌えるまでならないといけなくて、そのなんていうの、絶対あれを英語始まったら、あれをまず歌うから始まってたんです。なんか海外の楽曲、歌を聴いて英語を好きになろうみたいな考え方の先生で、めちゃめちゃ歌いました、あれ。あれ歌ってた。だから歌詞なんとなく覚えてるんです。中1まで真面目に割と授業やってたんで、うん、あったよね、曲から英語を好きになっていこうみたいな、うん、その曲だけ歌えるようになりました、だから謎に。意味は分かってた、だって、うん、うん、あんまり絶妙っすね、うん、英語の先生、英語の先生、うん、テンション上がるで、でもあの曲聴くと中学校の頃思い出します。そう、クリスマスってよりはそう中学校を思い出す。そう、懐かしソングみたいなのが気になって、2008年9年10年11年ぐらいが私多分小学校なんですけど、小学校の頃の、小学校の頃ってなんか車に音楽入れて車で結構どっか行くこと多かったんで、めっちゃ聴いてた曲とかが、そのなんていうんですか、あの音楽のアプリとかにその何年代のプレイリストみたいな、その流行った曲みたいなのがあって、それをなんか最近懐かしいって言いながら聴いてました。夏メロ、私の夏メロで思い出すし、あ、わかる、これ昔の曲聴きたくなる理由わかるかもって思いました。夏メロソングってよくテレビでやってるじゃないですか。そう、私も夏メロ聴きたくなるわと思って、めちゃめちゃ懐かしいよね、うん、思い出す思い出す。結構ドラマの主題歌だったこと多くて、私の夏メロ、私の夏メロは、うん、そう、ヒットソング、そうなの、うん、だから懐かしいなって、懐かしいって言えるようになったんだなって、そういう時に22歳を感じるよね。あ、10年前が小6ぐらいかと思うと、あ、もうそう、歴史できてるわ10年と思って、うん、そういう時に思うよね、うん、平成平成、そうそう、私っていう昭和みたいな扱いをされるのが令和の子たちにとっての平成って思うぞ、はあ、
って思う、なんかね、うん、歴史できてるね。ね。でいつから声低くなったのだって。あ、私の歴史で、なんかいつも言ってるけど、それ高校2年生ぐらいです多分。そんぐらいまでの声と多分違う気がしてる。うん。でもその活動始めたての声と3年目ぐらいの声と今の声全部違う気がするもんね。うん、違います。なんで声変わりの歴史気になったの、めっちゃおもろいな。声変わりあるよ。あ、もうあと3分ぐらいになったよ、1時間の配信まで。うん、昼はそのいや朝1時間やったので、昼は1時間ちょっとやろうかな、1時間10分とかやろうかな。12時予定でございます。はい、あ、電車降ります。みんなのなんか通勤通学の時間にやってるから、こうみんなの朝の感じが実況で教えてくれて新鮮な時間でしたね、今日朝配信ありがとう。じゃあちょっとランキング読みますね。13位レイナ、アットマーク朝タコ、ありがたこ。12位笑顔になるなるヤマピョン、ありがたこ。あ、変わった、変わったからこれでいくよ。12位ほのか、アットマークおはたこ、おはたこ、ありがとう。11位ありちゃん、ありがたこ。10位ひさし、ありがたこ。9位ゆかとまくおはたこ、仕事行ってきますかな、いってらっしゃい、もう行ったかな、ありがたこ。8位えめたかとまく通勤たこ通勤してるたこ。7位むったこ、たこじゃなくなってる、たこ。6位ペイちゃん、ありがたこ。5位サイバイくん、2勝2敗3分け。おー、なんか絶妙だよね何も偏ってなく、あの平均って感じだね4位笑顔になる、あ、先ほどの言ってます、ありがたこです。3位チーム耳にタコちゃん、耳タコ。2位ファイヤー03さん、ありがたこ。1位じゅんアットマーククラノーファミリー、ありがたこ。はい、ということで1時間経ちましたね、あっという間よ。公園の前にまた配信するので、あ、ちょうど、え、職場着いただってすごい、いい時間ね、配分すごい、ありがとう。こちらこそ朝から起きてくれありがとうございました。次はお昼の配信で会いましょう。はいあ、たこ焼きじゃんけん忘れてた、やばいやばい、たこ焼きじゃんけんします、いきます、せーの、たこ焼きじゃんけん、じゃんけんポン。今日はグーにしました、今日もファイトです、応援してますっていう意味でグーにしましたお、買った人も多いですね。はい、確かに今日も元気にいってらっしゃいみたいな感じになってるなまあそうだよね、それでいこう。じゃあ頑張ってね、ほどほどに。はい、いってらっしゃいみんな、バイバイ。じゃあまたお昼に来れたらぜひお待ちしてます。
寝てきます。おやすみ。バイバイ。